今回は尾道ビジネスプランコンテスト、通称オノコンについて、尾道市政策企画課の王子さんと尾道青年会議所の亀田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。商店街でこのオノコンのポスター見かけましたよ。ところでどういった目的でオノコンは行われるんでしょうか。はい、全国的な流れですが、尾道市でも少子高齢化と転出超過による人口減少が進んでいます。このことは地域の担い手の減少だけでなく、消費市場の縮小など様々な地域の課題につながります。尾道には様々な多くの課題が存在し、そういった課題をビジネスを通して解決する、町をより良くするためのビジネスプランを募集して、尾道市内での事業化につなげていきたいと考えています。そして広く発信することで多くの人に影響を与えられるようなビジネスコンテストにしたいと考えています。そうなんですね。少子高齢化など地域の課題と聞くと何か壮大な感じがしますね。はい、地域課題というと大きなことのような印象を受けるかもしれませんが、身近なところで言えば、例えば尾道市の商工課が空き店舗を活用する補助金制度を設けています。これは商店街などの空洞化、空き店舗という課題に対する取り組みです。また港祭りの時のゴミボランティアはゴミのポイ捨てに対する課題の解決方法ですね。いろんな形で課題の解決方法が考えられています。課題をビジネスで解決することができれば、そこには雇用も生まれ、地域の活性化にもつながるのではと思い、尾道市もこの取り組みに協力しています。確かに身近なところにも課題がありますよね。応募するにあたり年齢制限などはありますか。また応募選考などのスケジュールも教えてください。はい、応募資格は15歳以上の個人、グループまたは法人です。9月10日日曜日の17時をプランの提出締め切りにしており、1週間後の9月17日までに書類審査の結果を個別にお伝えいたします。書類審査を通過しますと、9月30日土曜日にキックオフ発表会、12月10日に最終発表会を行いますので、このキックオフ発表会、最終発表会に参加することができるというのも条件としております。最終発表会は島並交流館で一般公開を開催する予定としております。島並交流館での最終発表会も楽しみですね。またビジネスプランコンテストというと尾道以外の地域でも開催されていますが、尾道のビジネスプランコンテストはここが違うぞというところはありますか。はい、冒頭での話と重なりますが、地域の課題を解決するビジネスプランを尾道市内での事業化につなげていきたいと考えています。そのため第一次選考終了後から最終発表会やプランの実現に向けて、ビジネスプランをブラッシュアップするために尾道で活躍するビジネスパーソンや尾道青年会議所のメンバーがしっかりとサポートを行い、より現実的なプランにしていきたいと考えています。プランが完成している人だけではなく、尾道で取り組んでみたいアイデアはあるけれど助言が欲しいというような人にもぜひエントリーをしてもらいたいと思っております。また様々な方面で活躍されている審査員の方による基調講演や地元企業との交流会など、コンテストに至るまで多様な学びやつながり、新しい発想が得られるようにしております。さらに最終発表会でのプラン内容が優秀なチームにはアワードを用意しております。最優秀賞のチームにはさらに支援金も準備しております。プラン発表後、具体的なアクションにつなげていただければと思います。
すごいですね。商人の町、尾道で活躍している人たちがサポートしてくれる、頼もしいですね。申し込みはどのようにすればいいですか？はい、チラシやポスターの二次元バーコードをスマートフォンで読み取っていただくか、インターネットでオノコンで検索してみてください。うまく出ないときはコンをカタカナにしてもらうと上位に来るかなと思います。尾道ビジネスプランコンテストのホームページから申し込みフォームを使って、申し込みの上9月10日17時までにビジネスプランの提出をお願いします。わかりました。このオノコンを通し、自分の身近な課題が何なのか、どうすれば自分たちで解決できるのか、そういうことを考えるきっかけになればいいなと思いました。今回はオノコンについて、尾道市政策企画課の王子さんと尾道青年会議所の亀田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。